Cars. Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. Welcome to Tokyo Hot 100. J-Wave からクリス・ペプラーがお届けしていますセゾンカード Tokyo Hot 100。ゲストをお迎えしておりますお二人、私と目の前に座っておりますのでお名前を言ってください。はい、お久しぶりです。サチモスのボーカルヨンスとドラムの OK です。はい、久しぶりです。久しぶりです。まあ、でもヨンスは今年1月だからまあそんなにスーパーお久しぶりでも OK 初めてだもんね。はい、最初に登場してくれた時が2年ぐらい前か。そうですね。そうだね。その後そのフジロックの現地で1回出た時以来ですね。でもその時に比べたら髪の毛すげえ長いよね。あ、確かにそうですね。前結構ずっと帽子かぶってましたね。あの下はどんな感じだったの？帽子の下は。まあこれよりちょっと短いぐらい。そうだね。あ、そうなんだ。意外とこう帽子に隠してた。あ、そうなんだ。はい、結構どっちかっていうとゴブ狩りかスキンっぽい系かなとか思ったら、そうじゃなかったんだ。そうですね。まあ、ちょっとなるほど。そうですか。でどうですか最近は。はい、ね、もう2年経って、はい、もう本当よく飛ぶ鳥を落とす勢いって言いますけれども、はい、ドカーンと生活変わったんじゃないですか。まあそうですね。いろいろとこう欲しいものが手に入るようになったりとか。どんなもの？まあ、いろいろですね。はい、欲しいものが手に欲しいもの、いろいろって何それは。まあ、時計とか。あ、時計とか。はい、そうですか。まあ、服とかもそうですけど。これはどうですか。これはこれがなかなかうまくいかないもんでですね。あ、そうなんですか。はい、これって何ですか。そうなんだ。はい、そうかね。でもあの快進撃を続けるサチモスですけれども、あの4月に自主レーベル FCLS の設立が発表されました。はい、これ自分たちのレベルなんだよね。そうですね。はい、一応。はい、だからあのメジャーイコール自主レーベルになったわけだ。そういうことになりますね。いわゆるこう、うん、メジャーデビューみたいなものが、うん、その自主レーベルの設立っていう形でもうこう達成したっていうような。なるほど。でもどうすんの自分たちのレーベルで将来的には他のアーティストもやる可能性もあるってことか。僕ちょっと最近っていうか昨日ふと思い立ってまだ誰にも言ってないんですけど、うん、今じゃあちょっと言っちゃいますけど、うん、なんかこうめっちゃレアグルーヴ系、うん、そのもう大昔に廃盤になって、うん、知ってる人全然いないみたいなのを、うん、こう自分たちでプレスして再販するレーベルみたいな。あ、なるほどね。機能を持たせれたらちょっと面白いかなって思ったんですよね。OK はその話今初めて聞いた。全然初めてです。全然初めてです。俺昨日マジで一人でガチで思いついて、うん、でまあこういう思いつきの話をしょっちゅうしてるんでその一つってことだと思う。それは実るの結構その思いつきは。まあまあおおむね実りますよね。いいじゃん、おおむね実るなんて。言っとけば実ると思ってるんで。なるほど。ポロッともう言って実ったことないからね俺なんて。いや、じゃあ、ね、クリスさんもなんかうちのレベルでやりたいことあったら。ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。ポロッと言ってください。ありがとうございます。いいね、そういう自由 なんかポロッと言って形になるっていうのはね。はい、でこのレーベル名 FCLS なんかこう、はい、フットボールチームっていうかなんかサッカーのチーム名みたいですけど。そうですね。はい、どういう意味が込められてるんですか。これはですね、まあ、その新しくこの FCLS から出した第1弾の作品である、うん、ファーストチョイスラストスタンスという作品の頭文字を取って FCLS というレーベル名になったんですけど、もともと僕らをもうずっと最初から面倒見てくれているマネージャーからこう一番そのバンドと一緒に何かをやっていこうっていう風になった時に送ってくれた言葉で。なるほど。まあ、どういうなんだろうね。ファーストチョイスラストスタンスってなんだろう。まあ初志貫徹と言ったら分かりやすいですかね、日本語だと。そうか、ラストチャンスじゃないんだもんね、スタンスなんだもんね。はい、そうですね。その最初に選び取ったもので最後までやっていくっていうスタイル、うん、自分たちを貫くもので、ね。はい、なるほど。そうですか。そんなサチモスですけれども、はい、その自主レーベル FCLS からの第1弾シングルが、はい、題してファーストチョイスラストスタンスですね。はい、ズバリレーベルの屋号をそのまんまタイトルにしたということですけれども、はい、で先々週リードトラックのワイパーをこの番組で抜け駆け先駆けオンエアさせていただいたんですが、これはもうファーストチョイスラストスタンスっていうのは、これはもう完璧なんだろう、サチモスの、はい、これがうちらの生きる道的なわけ。そうですね。やっぱりこうここまでやってきたことと、うん、これからやっていくことっていうのを何でしょう、端的にこう収めることができた2曲っていう感じがしていて、うんうん、この2曲は今作の2曲はそうか、はい、こう総決算であり、うん、そしてこうこの先のものでもあるというか。なるほど。OK 的にはどう？そうですね。でもまあこう
タイミングがまたこういうタイミングでっていう時にできた2曲だったかなという感じで、なんかすごく新しいレベルを設立したりとか、自分たちのそのマインド的な部分がこういいタイミングでこうクロスオーバーしてできた作品かなと思います、なるほど、出るべきして生まれるべきしてみたいな、そうですね、流れでこう、あ、なんかこう偶然というか、まあ自分たちの今のこう進化の中で当然、そうですね、当然生まれるべき、まあ、誕生してみると、はいはい、出来上がってみるとそんな感じがするという、そうですね、ということですね、で、そのワイパーをオンエアしますが、はい、この曲どうやってできたんですか。この曲はですね、多分とリズム帯でジャムってる時に、リズムのパターンと大まかなベースのリフができて、それに、まあ、味付けをしていくっていう感じだった。そうだったね、最初確かそのベードラのジャムでコード進行的なものをずっとセッションしてる時に、多分サビのメロディーが出てきたんじゃなかった、でそっからこう他の要素もどんどんギターのリフとかをどんどん肉付けしていって、前にも言ってたもんね、曲作りって結構ジャムから始まるんだよね、はい、だからヨンスがこうリリック作るっていうよりかは、なんかみんなでこうジャムってる時に、そうですね、僕がその場でこうアドリブでメロディー当てて、でその時のかっこいいメロディーを使うみたいな、なるほどね、そうですか、ずっと回してんだ。そうですね、ずっとスマホのボイスメモで、あ、ボイスメモでやってるの。今結構よく撮れるんですよ、みんなそれをやるわけ。そう、みんな撮ってて、ここから撮った音がいいからみんなこれを聴きなみたいな。どのくらいジャムるの。回すときは本当気づいたら1時間とか回っちゃってるときもあって、そうするとまた全部それをまたみんな聞き直して、聞いて帰って、ちょっと大変なんですけどね、何分らへんだったっけみたいな、わかるわかる、そうですか、ちなみにワイパーっていうと、車のワイパーなの、はい、車の、まあ、ちなみに使用手掛けてるのはベースのスーなんですけど、本日になるんですけど、一応、ワイパー、車のワイパーと、テレビでのワイプってあるじゃないですか。芸能人抜かれる、あれのことをちょっと揶揄した内容になってますね。なるほど、そうですか、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。はい、では7月5日発売ファーストチョイスラストスタンスよりサチモスでワイパー。セゾンカード東京ホットワンハンドレッドお送りしたのはサチモスの最新作ファーストチョイスラストスタンスからワイパーを聴いていただきました。はい、で2曲目に、オーバースタンドという曲が、はいはい、収録されてますけれども、これまた全然雰囲気がガラッと違う、はい、そうですね、ちょっとニュージャジーな、はい、ブレインフィーダー系な音で確かに言われてみればそうかもしれないですね、これはどんな感じで誕生したんですか。はい、これもまあこの曲は、でもそうだそうだ、前回去年のツアー、ミントコンディションツアーが終わったタイミングでちょっと長めの休みをいただいたんですけど、その時にまあマネージャーとかメンバー全員でグアムに行ったんですけど、まあはしゃぎ倒しましてで帰ってきてこれ慰安旅行みたいな感じだ。まあでもそうですね、お仕事関係なく、はい、もう疲れてるで帰ってきて一発目のスタジオでセッションしたらできた曲です。なるほど、はい、じゃあやっぱり結構ちょっとゆったりしてるというか、そうですね、そう伸びきってる、いい意味で伸びきってる感が、そのリラックスした雰囲気がやっぱサウンドに出たなという印象ですね。まあ、この辺りなんかすごい夏フェス気持ちいいだろうね、はい、そうですね、早くやりたいですね、いっぱいいろんなところで。で今回アートワークが、はい、これステンシルでは、ね、はい、結構そうですね、シンプルと言いますか、はい、うん、今までは多分全部作品写真だったんですけど、今作はそのジャケット自体でデザインしたものっていうので作ってみました、うん、ね、そうそう、だからこれは、FCLS のステンシルもあるんだけど、その中にまたサチモスのおなじみのロゴの、はい、これは皆さん使ってちょうだいみたいな感じで、そうですね、もう本当にあらゆるところにヒントを残して、使い方はさまざまみたいな感じでやってやってちょうだいよということですよね、はい、そうですか、各地にボムしてもらいたい。なるほど。で何だ、実は今代官山蔦屋書店でちょうど今日の、はい、夜7時まで、そうか、もう今日までか、ね、で購入したこの CD と好きな T シャツやトートバッグを持っていくと、このシートを使ってサチモスのロゴを T シャツやトートバッグにステンシルしてくれると、はい、
いうこと、うん、もっとでかいのステンシルは多分そのサイズのものですね。そのサイズのものでやると、はい、で会場には J-WAVE とサチモスがコラボした激レア T シャツも展示されている、はい、でその写真を撮ってインスタグラムで、はい、ハッシュタグサチモス813をつけて拡散してくれた人の中から抽選で10人にその激レア T シャツをあげちゃうと、はい、はい、コラボ T シャツですね、贈呈プレゼントということですね。大会松田商店今日の夜7時まで、はい、あんまり時間残っておりませんのでね、はい、皆さん駆けつけてください。お願いします。じゃあここで、はい、ピンポンボックスやりましょうか。来た来た来た、久々だ、行きます。じゃあ私ヨンスがまずは1球目を、はいはい、来ました。3番でございます。ズバリあなたの長所と短所を教えてください。あ、私のまずじゃあ長所はですね、うん、そうだな、好きなものはとことん、ね、好きなものはとことん、はい、まあ、その音楽もそうだし、うん、服とかが好きだったりっていうのもあるんですけど、うんうん、でまあそうですね、短所はこう何かに集中していられる時間が短いっていうところですかね。あ、そうなんだ、はい、秋っぽいっていうか、うん、こう一回集中切れちゃうと一回休まないとみたいな。あ、その例えばですけどリハーサルしてる時とか、うん、タバコ吸いに行かないみたいな、うん、そうするとまたなかなかリハーサルに戻れない、ちょっとダラダラしちゃいがちという。なでもそれって、はい、やばいじゃん、ミュージシャンとしていろいろデッドラインとかあるでしょ、はい、練習のほら、ね、はい、曲がある程度のほら完成度まで持っていかないといけないわけじゃん、はい、だからリハもびっちり必要以上やらないといけない。本当はそうなんですけどね、うん、そうなんだ、はい、そうか、どう、 OK はそれを感じる。いや、まあ、そこは全員そうだ全員そうだね、まあ、全員そうだったら大丈夫だよ。だからやっぱりこう、はい、迷惑をかかってるのは今向こうで聞いている皆さん、チームの皆さんですね。チームの皆さんね、そうですか、はい、まあ、じゃあ OK いきましょう、はい、もうこの話は突っ込むなというこれ以上突っ込むなと余計なお世話だよ。勝手にバーンとするの。6番俺流ファッションのこだわりポイントを教えてください。うん、こだわり、うん、でも最近はこうなんていうんですかね、シックスティーンズとかのこうロッカーズスタイルみたいな、ちょっと襟がこうシュッて出てたりとか、うん、こうパンツもフレアしてるものとかがちょっと好きで買ってますね。あ、なるほど、はい、そうか。どのぐらいフレアするわけ。あ、でもすっごいフレアしてるやつがもうこう、もう本当にベルボトム的 な、ね、はい、太鼓叩けるそんなんで、ペダルのこのこれが中に入ってきちゃう、ビーターがもう、はい、もうズボンの中巻き込んじゃう、体ごとこう持ってかれる、危ないですね。だからライブ中は、うん、まあちょっと気が若干のこうフレアぐらいのやつにして、うん、はい、だってフレアロールアップしたらかっこ悪いもんな。そうなんですよね、あれロールアップしたらどうなのみたいな感じ。まあそれはだ、まあね、おもろい言ったらおもろいですけどね。じゃあ4水、はい、あ、第2球、じゃあ、1番、はい、どこでも OK、はい、今一番行ってみたい場所はどこですか。これはまあやっぱ素直に白状するとやっぱリバプールですかね。ほう、イギリスはリバプール、はい、それなんですか、ビートルズですか。ビートルズもそうなんですけど、うん、僕が応援してるサッカークラブがリバプール FC というリバプールにあるので、そこでやっぱり本場で生でサッカーを観戦したいなっていうのは。なるほど、そうかそうか、はい、サッカーを見にリバプール、はい、そうですか。初めてですね、ミュージシャンで、はい、それが出たの。あ、本当ですか。よくだいたいリバプールって言うとみんなビートルズみたいな、はい、まあ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 、それももちろんなんですけどね。でもいや面白いですよ、だからそこの、はい、サッカーやっぱこう大好きなんだもんね。もうずっと焦がれて、ね、焦がれ続けているクラブなので。サチモス自体はみんな好きなの、サッカーは。サッカー、まあその俺が見てる時に一緒に見たりとか、うん、あとはそれぞれ、例えばベースのスーとかはバスケが好きだったり、うん、なるほどね。あとはね、ケントは F1 が好きで、あ、本当、モータースポーツが好きで。あ、そうなんだ、はい、まあ、MotoGP だったりとか F1 とか。なるほど、なんかこうそれぞれが好きなスポーツを一緒に見たりとかっていうのはちょいちょいありますね。なるほど、そうですか。じゃあ OK にも、はい、OK が引きます。はい、2番、似てますか、お父さんお母さんってどんな人、似てる。あ、でそれこそ親父がまあそういうモータースポーツの業界で働いてる人で、うん、あ、そうなんだ、へえ、はい、何やったの。
そのエンジニアをやってて、メカニック系、メカニック系をやっていて、まあ、子供の頃からそういう車のそうピットクルーに行って、すごいよね、それも耳栓しながらその爆音を聞くってみたいな感じだったんで、で、あ、そうですね、あと母さんはまあ普通にまあなんか働いてます。普通に働いてる。それ。そう。いやでもすごいお母さんですよ。何やってるのお母さん？まあ多分 IT。IT だよね。多分。横浜の方で働いてるんですけど。IT で何？プログラマーかなんかやってんの？多分なん営業なんすかね。なるほどね。容量得てないね。そうそうね。お母さんは IT でお父さんは F1。はい。いいね、不安 IT ってかっこいいじゃん。そうですね。でも、うちの母さんのおかげでサチモスが割と誕生したみたいなことがあったんで、うん、まあ、俺らが、うん、まあ、マンションに住んで、実家マンションなんですけど、うん、その集合住宅にもかかわらず、うん、めちゃめちゃ騒ぎまくる俺らをずっとまあ許してくれたみたいなところがあって、そう、もう僕らのアジトになってるお家だったので、じゃあヒップなお父さんお母さんがね、そうですね。なるほど、そうですか。ありがとうございました。はい、いろいろなんかこうね、なんか見えてこないところがラジオの向こう側の皆さんにも。はい、聞こえてきた、見えてきたんじゃないかなと思いますが、はい、さてサチモスですけれども、最新シングル「ファーストチョイスラストスタンス」はい、ただいま絶賛発売中です。そして今年も、夏フェスに、引っ張りだこですけれども、おかげさまでございます。はい、ロッキンジャパン、はい、ライジンサン、サマーソニック、ワイルドバンチ、アンドモア、はい、アンドモアっていうのもすごいですね、これ。そうですね、うん、ちょっともう発表されてるものされてないものだけで結構いろいろ出させてもらうのが決まってるので、ね、はい。そして、J-WAVE LIVE サマージャム2017サポーテッドバイアンテナも、はい、出るということですけど、はい、お世話になります、ね、ありがとうございます。2日目7月22日土曜日に出演です、はいはい、そして秋には、ツアーワンマンツアーですね、はい、サチモスツアーファーストチョイスラストスタンス、はい、が、行われますが、はい、東京は11月10日11日金土ゼップ東京、そして11月19日日曜日豊洲ピット、はい、ということですけど、どうですか、もう結構、まあ、ライブバンドとして定評のあるサチモスですけれども、はい、今シーズンといいますか、はい、この夏はどんな演奏ステージが期待できますかね。やっぱりこう去年は本当に、うん、何でしょう、道場破り的な感じでいろんなフェスに出させてもらったんですけど、うんうん、今年はなんかちょっとそういうスタンスではなくて、うん、その全ての会場をホームとして、うん、ホームの歓声を浴びながらのステージを作っていけたらなっていうふうに思うので、うん、なんて言うんでしょうね、こう横綱になりたい。横綱、今、はい、今どのあたり、今どこなんだろうね。いや、まだ大関も行ってないんじゃないかね。ねえねえ、うん、そうだよね、うん、ちょっとやっぱ横綱になりたいので、横綱になりたいなと、はい、こうおっしゃってますね。そうですね。オーケーはどうですか、その横、はい、君的な比喩は何かありますか。まあでも横綱ですか。わかりました。ミハイル・シューマッハ、うん、あ、いいね。皇帝ミハイル・シューマッハ、皇帝ですね。フェラーリ大好きです。あ、そうなんだ。はい、素晴らしい、はい。サチモスの最新情報はオフィシャルサイトの方をチェックしてください、はい、ということで東京ホットホンドレッド、今日はサチモスからヨンスとオーケーに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。セスオンカー Tokyo Hot 100.